リッキー・スティム・ボート・ジュニアのリングネームで知られる、リチャード・ブラッド・ジュニアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州シャーロット出身。父は、元 WWF、インターコンチネンタル王者のリッキー・スティム・ボート。1987年、WWF の年間最大 PPV である、レッスルマニアさんにて父親であるリッキー・スティム・ボートが、ランディ・サベージから、 ICO 王座をダッシュした際、祝福に駆けつけた母親のボニーに抱かれて登場。この時は、リトルドラゴンと呼ばれた。1992年、5歳からアマチュアレスリングを始め、ナショナルチャンピオンになるなど、多数の大会で優勝し、USA ジュニアチームに選抜されるなど活躍。高校時代は、レスリングとアメリカンフットボールを掛け持ちしていた。2008年6月に、 エワにて、リッキー・スティム・ボート・ジュニアのリングネームでプロレスデビュー。所属は決まっておらず、フリーの立場であったため若い年齢ながらも、イワミッド・サウスや WLW など多数の団体に出場して経験を積む。エワでは期待のルーキーとして扱われ、3つの王座をダッシュ。WLW では、進行のあったノアのレスラーが参加していたため、 アルフジ聖堂とタッグを組むなどした。2008年9月、WLW とノアの合同レスリングキャンプの際、指導員として参加した父のリッキーが、リッキー・ジュニアを日本に留学させたい意向を、ノア側に伝え、2009年1月から留学生として、ノアに参戦。父譲りの身軽な空中技やキレのあるロープワークを披露したが、わずか2ヶ月で帰国。その後、WWC、 アスダブルなどに定期参戦。WWC では、父のリッキーとの親子タッグが実現し、オーランドコロンヒラムツアーから勝利を収めた。2009年12月、WWE とディベロップメント契約。2010年2月に参加団体の FCW にて、リッチー・スティム・ボートのリングネームでデビュー。デビュー間もないながらも試合に出場し続けたが、3月に、 pcl を損傷し、長期欠場することになった。6月に復帰してからは、アレックス・ライリーに勝利するなど上層部の期待に応える結果を出している。9月中旬、ローで活躍したタイラー・ブラックが、wwe に移籍し、fcw にて、セスロリンズのリングネームで活動を開始したことにより、構想を開始、ベビーフェイス同士という珍しい構図で展開された。 11月、構想中のロリンズを含め、ジンダー・マハル、フニコと4人で、リーグ戦、ジェリー・ブリスコクラシックを開始。2011年1月に優勝を、ライバルのロリンズに取られるという形で幕を閉じた。2011年3月、ロリンズとの試合中に、ラッキー・キャノンとブレッド・デビアスが乱入。襲われているところをロリンズに助けられ、タックを結成することになった。 3月に FCW フロリダタックチーム王座に挑戦し、ダッシュすることに成功。タック王座陥落後は、ロリンズとのライバル関係は継続。8月より試合中にたびたび、ブラッド・マドックスに邪魔をされるようになり、抗争を開始。マドックスに2対1のハンデ戦などを強いられ、痛めつけられたが9月に直接対決を行い勝利を決めた。2012年1月13日。 ダミアンサンドから FCW15 王座をダッシュ。6月には NXT6 シーズンに登場し、リック・ビクターと交想を開始。そして8月には NXT が FCW と合併したため、新生 NXT へと移行。放送初回より NXT 王座を争うゴールドラッシュトーナメントに出場し、1回戦ではレオ・クルーガーを破るも続く。 準決勝では、ジンバーマハルに敗れた。9月より、カシアス・オーノと抗争を開始し、父のリッキーをも巻き込む展開などになるが、消化不良のまま抗争は終了した。10月に負傷したために、長期欠場し、この故障がきっかけで1年以上出場機会がないまま2013年12月20日、WWE から解雇を通告されたが、故障過所が癒えていないことを踏まえ、 WWE の契約下に残されることが決定された。2015年4月15日、父であるリッキーがインタビューにおいて、プロレスラーとしてのキャリアを続けられないとコメントした。ありがとうございます。